皆さんこんにちは、レッドです。今回はですね、車椅子ユーザーでドリフトを行うサルさんにインタビューをしてみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ドリフトを始めたのはいつなんですか？かれこれ20年ぐらい前です。足はもともとから悪かったんですか、ね、途中からですね。途中から病気か何かで。そうですね。ドリフトをなぜしようと思ったんですか？まだ2本足で立てるってことをしてたんです。その時からで足が悪くなってもドリフトがやっぱしたいからっていうことで、はい、ですね。諦めきれずにドリフトを続けたと、はい、いや僕なら挫折してしまいそうなんですが、なんか考えられないんですけど、どのような感じでねドリフトできるのか、そこら辺の方を取材していきたいと思います。これアクセルは引きます。はい、引いたらアクセルがかかるんですね。はい、でブレーキは押します。はいはいはい、たったこれだけの作業なんですね。はい、あ、ブレーキとアクセルはそのままで、その上の部分をこちらの方連動になってる感じですね。はい、なるほど。あ、じゃあ思いっきり移植とかじゃなくて機械式というか、機械式ですね、アナログな感じで。ここの移植作業が30万ほどかかる。全部込みで30万、ね、あ、全部込みで30万、はい、で、シフトですが、シフトはもう1速か2速で、はい、どっちかでやってます。サイドは基本あまり引かないですね。もう片手しか使えないんで。そうですね、 こんな感じになってるんで。あ、左手でアクセルブレーキで右で操作。やっぱその最初の方は苦戦しましたか？しないようにファイナルだけは変えてました。あ、ギアの方ですか？はい、今 4.6 が入ってますね。トルク型になってるってことですか？そうです、ね、あ、なるほどですね。こうドリフトの大会はこう普通のドリフトの大会に参加する感じですか？そこまで出たことはないですけど、まあ、遊び程度に。これ1台しかないんで、はい、あんまり事故れないんで。あ、まあ車椅子乗っけるのにやっぱりシートなんかがあったらなかなか乗らないんで。はい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 。あとドリフトするのにタイヤもいっぱい積みたいんで。結構乗りそうですね、タイヤ。結構いけますね。これは一体何ですか？これはハンディキャップドリフトミーティングっていうグループというか会というか、これは障害を持つ方が車で遊ぶです。まあ楽しみを忘れちゃいけませんからね。少しでも障害がある方であれば全然 OK なんです。全国的なそれになるんですかね？そうですね。はい、ということでね、僕は初めて見させてもらったんですけど、足が不自由な方でもねドリフトが十分できるんだなとびっくりしました。いや、これからもね、障害があるからといってね負けずにね、自分の遊びの可能性を増やしてほしいと思います。まだまだ楽しみますよね。もちろんです。人生はもう一度きりしかないんでね、十分いろんな可能性があると思うので、僕は応援していきたいと思います。それではサルさん、レッツカエンジョイ。